ちょっとせっかくなので、お片付けのところ取っとこうかなと思って今ね回し始めたんですけど、ここみんなここの押し方が甘いというか、まあ、すずりがね小さいからっていうのもあるんですけど、これ何度も何度もこうやってここの中のここについてるんですよ、この中に入ってるここの墨を出してほしいんです。これね、私のはこの白いからね、ちょっとね見ていただくと分かるんですけど、こすってますよね。お水入れるでしょ、ここで表面をねこうやってね流したところで、結局今はこうやって綺麗に見えるけど、中にねここにすごく入っててだから、これがねなくなるまでやるんです、本来はね。で、ここでちょこっと片付けをしてお家でちゃんとやるっていうんだったらまあまあいいんですけど、もしやらないでそのまま放置なのだとしたら、もう筆すぐ固まっちゃうと思うんですよ。ここね、あら、なくなっちゃった、ちょっと待ってね。こう当てたくはなりますよね、なんとなくね。だけどここね、今何回目かな、もう結構やって4回5回目ぐらい、こんなに大きいすずりで5回目ぐらいで押して、でもまだこんなに色がつくっていう、このぐらいの状態です。水道でジャージャー洗う時っていうのは、水流をここう穂の方にここにね当てないようにした方がいいです。周りにねこう広がっているところにトン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 ってやってみると、ゆらゆらっていうのが出てくるのがね見えると思うんですけどね、そのぐらいな感じでずっと出続けるものなので、この中でこうやって綺麗にするって結構時間がかかることです。このぐらいでようやくいいかなって思えます。これね薄くなってきたでしょ。そうすると、でこうやってすぐ拭き取ってもいいんですけど、お家の場合一番ね多分ね効率がいいのね、こうやって置きっぱなしにしておくことだと思います。こうやってるとその香りちゃんと下にね厚めに引くんですよ、この辺濡れちゃうから下が。こういう感じで放置しとくと、中にこれでもやっぱり残ってる炭っていうのが重力でかな、下にこう降りてくるんですよ。今はこんな感じで炭の色っていうよりは水がボワンってなった色っていう感じですけど、ここね必ずこう筆の跡がつくぐらいくっきり、なんていうかな、炭が落ちてきたのがわかる、降りてきてるなっていう感じのねつくので、これ多分上に向けたり下に向けたりするよりこうやって置くの一番いいんじゃないかなってちょっと思いました。なんで私はお家では私はねお家でやることがほとんどなので、よく洗ったらこうやって普通に横に置いて乾かしてしまいます。しまうならそれからしまうって感じですけどね、ほとんど出しっぱなしなのでそんな感じで、はい、ちょっと余談でした。片付けのねその仕方ちょっと気になったので、はい、失礼します。